シコンサートさ、ちょっと思い出すわ。思い出してみる。昨日もね、15分ぐらいしかできなかったから。まずユニットは昼がジュックローネとパンで、夜が君の泣き坊だったんだけど、ジュックローネとパンになった時にえってなって、なんでって、あんなに何十回もやって、結構私ジュックローネとパンからね、劇場公演のユニットだったことが結構めっちゃ嫌だったんですよ。なんか結構嫌で、その思い出がいっぱいあって嫌だったっていうなんか自分はなんかダンスよりなんかもっとなんか違うのやりたかったし、なんか衣装もあんまりだったし、自分はあんまお気に入りになれなくて、でだから、え、なんでジュックローネとパンまたみたいな、いや何回もやったのにってなって、ユニットね、すごい、なんでジュックローネとパンなのってまあ思ったんですけど、うん、そう。でもなんかまあ楽しかったです。浜も一緒のユニットだったので、そう。なんかね、マネージャーさんがすごいジュックローネとパンをやらせたがると、なんかマネージャーさんがすごいね、ジュックローネとパンをやらせたがる人で、それの なんていうんですか、餌食じゃないけど、なあの、そうあれでした、そう、うん、そう、好きな曲みたい、多分ジュックローネとパンが、うん、エリちゃんのジュックロ生で見るの夢だったから嬉しかったです。え、嬉しい、ありがとうございます。そんな言っていただけて、うん、で、夜公演は君の名は希望でした。そう、でもなんかすごい褒められた気がした、君の名は希望。なんかヘアメイクさんにも感動しましたって言ってもらえたり、さよならモーリーさんのモーリーさんもよかったよって、ほんとよかったって、うん、めっちゃ言っていただけたり、そう、よかったよだって、モーリーさんめっちゃうろうろしてたって。でも見に来てくれて嬉しいよね。なんか AKB だけじゃなくてチームエイトのコンサートもさ、なんかそういう方々が見に来てくれて嬉しかった、うん、そう、なんかピアノの方はアイドルの方なんですけど、本番のリハーサルでしか合わせることができなかったから、2回しか一緒に合わせられなくて、ピアノと、そう、だからね、すごい音、そう、でもめっちゃすごい、ピアノの方ほんとすごい、うん、周りの人が誰ってざわざわしてたら、え、なんか私ピアニストの方が来てくれるって言ってたから、なんか普通のっていうかな、普通にピアニストの方かなと思ったら、なんかよろしくお願いしますっ
ってリハーサル、昼公演が終わってリハーサル夜公演の前にしたんですけど、すっごい可愛い女の子がいて、お願いしますってなって、えって思って、やばいちょっと待って、えって言った瞬間に鼻水が出たそうで、えって思って、で可愛いって思ったので、可愛いって思って、そしたら隣見たら湯浅淳二さんがいたから、あこの方はアイドルなんだなって一瞬で理解した、うん、そうでアイドルの方だったんですけど、でもなんかねすごい音楽の大学で学んでるっぽくて、そうでも本当に素晴らしい演奏をね、ありがたい、ありがとうございました。うん、それで理解できるんだ、そう思いますじゅんじさんがいて、おおみたいな、そうおおみたいな、小田ちゃんよろしくねって、そう今日のピアニストですみたいな感じで紹介してくださって、演奏あーってこの方はアイドルの方なんだなって思った。うん、君の泣き棒でね、なんか乃木坂さんの衣装着れたんですよ、私高山一実さんの衣装着れてめっちゃ嬉しかった。なんか乃木坂さんめっちゃ好きで、こう見えて、で私がこの前あの2月ぐらいにエクステつけたのはもうほんと乃木坂さんになりたくてそう乃木坂さんになりたくて、乃木坂さんの動画ばっかり見てたら髪の毛伸ばしたいって思ったのがきっかけで髪の毛付け足したんですよ、エクステで。その時には乃木坂さんになりたいという気持ちが強かったけど、今は別に そこまでなんだけど、そこまでっていうか、まあ、好きだけど乃木坂さんみたいな美女を目指そうってあの時はすごい思ってたんだけど、今はそう、今はもう自分らしくいようって思うんだけど、そうでもそうなんかで高山一実さんの衣装を着れてめっちゃ嬉しくて、てかね昔高山一実さんね、なんかレコーディングスタジオがあるんだけど、そうなんか私めっちゃ早く着いちゃったから、レコーディングスタジオにずっと控室でずっと待ってたんですよ。そしたら乃木坂さんがレコーディングしてて、そうえっと思って、で乃木坂さんも待機してたんですよ、同じ部屋で。でそしたらじゃあ乃木坂の何々ちゃん何々ちゃんレコーディングお願いしますってなった時に、行った時に高山一実さんがいて、で高山一実さんがあれみたいな、あの子はみたいな感じになって、私なんですけど、あれって、ああの子はね違うの AKB の子だからってなった時に、あれって新しいメンバーかと思ったって、そうびっくりってなって、すごい優しいって思って、なんかそうなんかすごいなんか絡んで、すごい結構昔なんですけど、結構6年とか7年とか前かな、5年とか前、4、6年、でも結構前で、そうなんかすごいなんか優しい人だなって、優しい方だなって思って好きになった。そう、うん、そうだからさ、すごいそんな高山一実さんの衣装着れてめっちゃ嬉しかったです、うん、そんなエピソード隠してたなんてって思い出した、うん、うん、借りれるんだ、だって、えね乃木坂さん なんかの AKB とのコラボの衣装なのかなあれって、多分
でも多分おしゃれカンパニーさんの衣装だから、多分コラボの衣装かなって思った。そう、あとなんだろう、曲、乃木坂の好きな曲はいっぱいあります。何やったかな、曲なんだろう、なんかあったかな。あれ、皆さんもご一緒にめっちゃ煽りました。私が一人だけ煽り、イントロでまず喋って、感想でも一人でずっと喋ってて、なんかおだえりめっちゃ煽り息切れてるじゃんみたいな、まあ26歳だもんなみたいな感じのねコメントが来てたんですけど、違うって、あの一生懸命すっごい盛り上げようと思って大きく踊って頑張っててたから息切れてた、息切れてたっていうか、そうなんか そう盛り上げようと思ったらそう頑張っちゃった。めっちゃもね、みんなあんなに声出るんだって思ってさ、びっくりした。ね、めっちゃ声でかかった、みんな。恋のお縄からの流れ良かった、お良かった。ね、叫びまくって声枯れてるだってね、みんなすごかったもん。客層が若返ってきて未来を感じました、だってマジで若返ってた。パレオいましたっけ、だって、え、いました全然いました、パレオ全然いた、あ、全然いました、パレオ全然いました。なんかさ、昔さ、なんかそのいた問題、なんかいたいなかった問題です。私さ、なんかめっちゃ思い出したんだけど、あのさ、一時期あのジンガっていう舞台やってて、チーム K の TDC コンサートに途中からしか出られなかったの。舞台が終わって駆けつけて、あの出れる、もうほんとマジで最後の3曲とか4曲ぐらいしか出れないみたいなやつが、時があったんだけど、 TDC チーム K のコンサートで、その時にね、私は支えっていう曲から出たのね。中のもう、でも支えって曲から出て、
支えってめっちゃいいエモ曲じゃん。でみんなさ、それまでのさレッスンの積み重ねとかもすごい大変な時期だったの。みんなコンサートあったし、チームメイトのコンサートもめっちゃあったし、チーム K の兼任のコンサートもあって、もうみんないっぱいいっぱいで結構もう忙しすぎてみんなおかしくなってた時期だったのね。で支えで、私が支えから出たんだけど、みんなすっごい泣いてて周りが。で私は舞台終わってそのまま来て、なんかもう泣くとかじゃなくて、なんかもう途中参加だし、なんかファンの方とかも多分来てるか分かんないし、なんか舞台さっきまでやってたから、温度差がやばすぎて周りと自分の、みんなすっごい泣いてて支えで、もう本当にそう気まずかったし、なんか途中参加だったから、なんか MC とかで話振られるかなって思ったけど、全く振られずに最後まで何も一言も MC とかでなくて、そのまま終わった。そう終わったんだけど、そう途中から来てくれましたとかもなくて、スッって来てスッって終わって、そうで終わった後に、なんかどうだったかなみたいな、このコンサートどうだったかなと思って自分の名前をね調べたんですよ。そう、そしたらおだえりってやつって本当に、おだえりは本当に存在感ないなみたいな、支えって曲から、支えって曲でやっといるのが分かったみたいな書いてあって、合ってるよって、そうだよって、支えからしか出てないからって思った。そうそう、いや支えからだからってそう思った。うん、そう、おだえりって本当に存在感ないな、支えって曲からやっといるの分かった、いやいや、その曲だからだから、そう、うん、そう、で言いたかった、めっちゃ支えから出てたんですって、すごいね、そう言いたかった、合ってるよって、うん、うん、事前に一部出演って告知はなかったの？だって、わかんない。なんかその時ね、なんか結構やばくて、あの告知の仕方が。私コンサートに出るのに、コンサートのメンバー表に名前がなかったりとか、本番までずっと名前がなかったりとかして、え、出るんだったの？って言われたり、そう、出ないメンバーがメンバー表にあって、っていう、なんかもうめちゃくちゃだった時がめっちゃあって、そうそう、うん、うん、よく分かんなかった自分でも。そう、え、私レッスンもちゃんと全部参加してるのに、メンバー、出るメンバーとして発表されてないけど大丈夫かなってずっと思ってた。そう、だからファンの人がから全部スケジュールとかも教えてもらってたし、わかんないから、なんかスケジュールとかもファンの人がこれ出るんだね楽しみとかってなった時に、え、そうなんだみたいな、
とかも結構多かったから昔は。そう、でも最近はね、でもなかなかあんまそういうのなくなってきたから、そう、まあいい、うん、でも本当だからそのコンサートとか私のファンあんまいなくて、出るのにせっかく、しかも私結構重要なユニットとかやってたよね、なんか峯岸さんと一緒に2人の歌のユニットとかやってたから、そう、だからそう昔ねに比べたら、比べたらっていうか、まあ昔はこういうことあったなってめっちゃ思う。47素敵な街へのコール初めてやった、だってわーい、じゃあ初めてで最初で最後ってことだったかな。てか私 Weverse 始めました、みんな見てる Weverse。バース難しいだって、わかる。どうやってやんだろう、どうやってやんだろうっていうか、むずいよね。なんかね、有料の方だけは送れるメッセージみたいなのがあるらしい。でもそれ見えて見てます、見てますよ。でも初回の返事はさ、定型文なのかな多分、うん、定型、そう考えました私ちゃんと。うん、では来てますよちゃんと。神仏物に適応しにくい26歳のアイドルだって。適応しにくいっていうか、なんか見たことないこのアプリ、適応しにくい、神仏物に適応しにくい26歳、いやなんか、え、そんな言い方じゃないでよ。流行りのものはおじさんできない、いや流行ってないでしょ、流行ってないっていうか、これは韓国のグループのアプリだから、そう多分日本では多分韓国アイドルが好きな方々は結構このアプリ知ってるけど、そう多分日本のアイドル好きな方はね、多分このアプリ知らなかったよね。流行ってないとか流行ってるとかじゃなくて、その K-POP みたいな、 K-POP が好きな方は
知ってるみたいな。うん、だから私はそう、あんまでも知ってたよこのアプリ。うん、知ってたけどアプリは入れたことなかったから。でもハイブってさめっちゃすごいですよね。 BTS の会社のアプリですよね。すごい。でもさ他のアーティストの方のさ投稿とか見たらさえぐい、なんかもうコメントの量とかやっぱすごいなって思う。私とかの投稿さ、まあ、200ぐらいついてコメント200ぐらいさコメントついてめっちゃ嬉しいって思ったけどさ、もう他の韓国のアイドルさんとかさもうえぐいてって。そう、すごいよね。SNS 増えすぎててついていけてないだってそうだよね、申し訳ねえ。でも私はファンクラブは作りませんので。そう、そうファンクラブを作らない理由としてはなんかお金がかからなくて、お金がかからない楽しみ方をしてほしいから作らないことにしたんですけど。そう、そう、止まっただって。保土ヶ谷行こうかなだって待ってます。止まったってきた。動いてます？ね、でもさ私さいろんな交番を見るたびに警察署長やらせてくれないかなってね送ってたから嬉しい。そう、
金曜日だから厳しいだって。PM。ツイッターに上がる写真楽しみにしてますね。久しぶりだ一日警察署長。皆さんぜひよろしくお願いします。一日署長イベ行くの憧れだった。だって今休みくださいってお願いしてる。写真家なの？だってわかんない。どうなんだろう。もろ地元だけど行かないです。だって行けないです。だって来てほしかった。すごい韓国語ありがとう。カムサムニダ。ホドガヤの日誕生日でした。すごい。当日晴れるといいですね。ってお願い、本当に晴れてほしい。お願い。リバース効果で韓国語来てる。カムサムニダ。チョヌンエリナイムニダ。ポゴシプター。ポゴシプターは私は会いたいって意味だと思って使ってんだけど合ってるかな。合ってるよ。イエイ。曲で覚えた。明日から5連休なんだ。そうなんだ。ゴールデンウィーク何か予定ありますか？ないです。TikTok 待ってます。撮ってないや。ねえ、ウィバースさ、更新したい。私も早く。ウィバースやっと更新登録できたって。おすごい。お、DM、DM 見た。今見てる。ってことはみんなに既読がついてるってこと？すごいね。
使いたい。でもなんかさ、説明書が来たけどさ、読めなくて、説明書っていうのが本当に、説明書が読めなくて、日本語で書いてあるんだけど、だからね、どうしようって思う。だから明日マネージャーさんに聞いてみる。まず最低限だけまとめたマニュアル欲しいね、だって。あ、もらいましたでもね、ちょっと教えてもらおう明日。ということで、じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。明日はです。では最後にオライキング読みます。いきます。13位ファデル、12位ロッピー、11位の10位清水、9位日野と、8位筋肉愛好家、7位ティーヤナ、6位中堅、5位シンゴ、4位マートダシ、3位ミヤちゃん、2位クマティ、そして1位は社長アート生声48ということで終わりです。バイバーイ。